タンドルティッカーと思って。いい色ですね。これをスコーンの釜で、タンドリー釜で焼きます。そうすると油が落ちて、いい感じで中に火が入って、そこをこのスパイスがコーティングしてくれるので、外カリッと、中ジューシーにいい感じで焼き上がります。美味しいですよ。パン、サラダ、もちろん酒のあてにもいい。ご飯にも合う。うどんのトッピングにもいいと言われています。はい、いろんな食べ方がありますから、ぜひとも注文ください。